次の四死球を守っているのはアイオリア。サオリさん、アテナに忠誠を誓っているアイオリアなら四死球を通らせてくれるはずだ。貴様にはここで死んでもらう。待ってくれ、アイオリアは俺のことを知っているんだ。嘘をつくならもっとマシな嘘をつけたらどうだ。嘘なんかじゃない。やはり信じてもらえないのか。本当にアイオリア様のところへ行くつもりなのか。アイオリア様が無本物を相手にするわけがないだろう。アイオリアは誰にも本当のことを言ってないのか。そういえば、ダイナさんは大丈夫だろうか。緊急救命の命令は、俺がカシノさんに言った通り、ちゃんと看病しててくれればいいんだけれど。いやいや、お前は所詮この程度の実力、アイオリア様の相手にもなら、この四死球へ続く道がお前の墓場となるのだ。よし、ここは片付いた。アイオリアのところを目指さないと。アイオリア様のためにもここで死ね。まだやるのか。サンクチュアリには未だにアイオリア様に不信感を抱いている者がいる。反逆者のお前がここで死ぬと不信感もなくなるだろう。アイオリア様にだって俺たちがお前の首を取る。くそ、もうすぐで四死球だってのに。負けた。アイオリア様、必ずセイヤの首を。なんて青い空なんだ。サンクチュアリに来るのは星の子学園ってことで、こんな空だった。俺はミホちゃんに必ず日本に帰るって約束したんだ。そのためにも
この中二級を突破しなければ。ペガサス流星拳、ペガサス水星拳。このセイントがこんなにも強いとは。ペガサス水星拳。チェ、ここでアイオリアを見張る。水星拳。お前の相手をしなくちゃならんようだな。アイオリアを見張る、どういうことだ。ペガサス水星拳。アイオリアは逆賊アイオロスの弟。そう簡単にあいつのことは信用できんからな。なんてことだ。アイオリアはサンクチュアリでまだ白い目で見られてるっていうのか。水星拳。ペガサス水星拳。これでアイオリアを狙ってる奴はいなくなった。あれはまさか、シュンとヒョウガ。おーい、シュン、ヒョウガ。ヒョウガがどうしたと。お前はヒョウガじゃない。俺はブラックスワン。ということは。そう、俺はブラックアンドロメダ。ブラックブリザー。シリュウが戦ったブラックペガスに続き、なぜお前たちが。無論お前たちブロンズ戦士を葬り去るため。そんなブロンズ戦士としてブラック戦士のためにお前も死んだのだ。お前が死んだら強行者さんをお喜びになる。強行、お前たちは強行の命令で俺たちにそういうことにした。何、一体どういうことなんだ。ブラックブリだ。ブロンズ戦士とは知らなくていい話だ。お話の時間は終わった。またこいつらと戦う羽目になるとは。お前たちは俺たちが倒したはずじゃなかったのか。まさかブラックセイント全員を倒したつもりだったのか。いいだろう、メイドの皆さんに教えてやる。よく聞けせいや。俺もアンドロメダも、お前らが日本アルプス殺生谷で倒した奴らとは別物なのだ。どうせそんなこったろうと思ってたぜ。いつからデスクイン島には大量のブラッククロスがあるって聞いてたからな。セイントに同じ技は通用しない。ブラックファングナギラ。ブラックブリザー。ブラックファングナギラ。まだまだ。ブラックブリザー。ブラックファングナギラ。おっと、こっちだぜ。やっと、ペガサス流星拳。ブラックブリザー。おっと、こっちだぜ。やっと、ペガサスローリングジャック。まだ終わってないぞ。やっと、ペガサスブラックブリザー。水星拳。ペガサスブラックブリザー。まだまだ。ペガサス水星拳。よくブラックスワンを。ブラックスワンを倒したお前も死ぬがいい。死の苦しみを味わってもがくがいい。ローリングスタッフ。ブラックスワン。やっ、は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 
ックファンオーラ。少しで四死球だ。急いで四死球を越えて強行の間にたどり着かないと。ははっ、いや、ペガサス流星なんだ、さっきの感じで水星剣、胸の不安は。まさか巨階級でシルの身に何か。チャンスさんの火が消えかけている。シル、水星剣、俺はお前を信じるぜ。聖夜のこの力は一体どこから。巨階級を主流に任せ、単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのは、かつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟レオのゴールドセインとアイオリアだった。サオリをアテナと認め忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、四死球を通ろうとする聖夜に容赦のない一撃を叩き込む。その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。俺はこの四死球を守護するのが役目。我だろうと通すわけにはいかん。バカな、何を言っているんだ。ヘイントに同じことやすみました。一刻も早く12球を突破しなくちゃいけないんだ。くどい、この四死球を通ろうとするのは誰であろう。レオのアイオリアが殺す。一体何があったんだ。アイオリア、貴様と話し合うつもりなどない。ライトニング、どうだいっか。ペガサス流星剣、ここまで攻撃してもまだ目が覚めないだなんて。教えてくれアイオリア、一体何があったんだ。お前には関係のないことだ。セイントに同じ技。ペガサス流星剣。ホルト、クソ、サオリさんの死が刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなら遠慮しないで。あの強い悪の側の人間として全力で倒すだけだ。行くぜアイオリア。ペガサス流星剣。受けよ獅子の牙を。ハイトニングオルト。聖夜、死の覚悟ができたか。ヘイントに俺はサオリの強さを知る。死ねないんだ。あった、ヘガタス。その大事なお嬢さんとやらの道連れにしてやる。聖夜、聖夜、ライトニングペガサス流星。
なぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。せいや、お前は気づくまい。己の剣でアイオリアの両親を消し去ったこと、アイオリアの目が覚めるのはお前が死んだ。そしてアイオリアはお前の死体を見た。罪の意識に苛まれるだろう。ハハ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 自由を兼ね備えたセイントの鏡のような男、アイオリア。だが今のアイオリアから感じるのはセイントの鏡どころか悪鬼。敵を殺すことしか考えていない悪鬼のようだ。死ね、セイヤ。待て、セイヤの命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが、事情が変わった。セイヤ、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは上皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。オッケー、カシオス、お前ごとき増票に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまでは。ならば死ね。な、何バカな。カシオス、なぜだから言っただろう。目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え、その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとってそれは一番辛いことなんでな。別にお前のためにやったんじゃない。カシオス、俺にとっての女神とはその人のことなのだ。あ、じゃあするな。二人まとめてあの世に送ってやる。アイオリア、カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないって言うのか。もう無用、これで最後だ。ハイトニングプラズマ、アイオリアの魔剣と戦っている。アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アテナよ、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。ただ一瞬でいい。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。もう一度俺に光を見せてくれ。さっきはライトニングボルトを見極めることができたんだ。このまま行けば息を起こせる姿は通用しない。甘いわ、せいや。たまたま見えたこと、俺の天敵を集中して放つライトニングプラズマが見えるか。
まだまだ！セイヤ、セイヤ。この命ある限り俺は諦めない。燃え上がれ俺のコスモよ。このライトニングプラズマは1秒間に1億8もの剣が駆け巡るのだ。これが俺の高速の剣。マッハの剣しか持たぬお前に勝ち目はない。こんなところで負けてたまるか。ライトニングプラズマの先行さえ避けることができればアイオリアに近づけるはずだ。ペガサス優先権。エンジに同じ技はペガサス優先権。くらえ獅子の方向を。ペガサス優先権。まだまだ。ペガサス優先権。俺がこの三口割りで訓練を投げ出そうとしたのセイントに生まれや育ちは関係ない。重要なのは自分の腕とコスモ。そう教えてくれたのはあんただアイオリア。あの言葉がなければ俺はセイントにはなれなかった。希望を持ち続ければ奇跡を起こせる。そうあんたが教えてくれた。あんたが目覚めるまで俺は戦い続ける。このペガサスのクロスで行くぞ。ペガサス優先権。行くぞ。ペガサス優先権。くそ。ハッペガサス優先権。相手に掘るぞ。セイヤ、セイヤ。全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、しっかりしろ。カシオス、今手当てしてやるからな。カシオス、カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。大丈夫か、セイヤ。セイヤ。
カシウス、お前の命決して無駄にはしないぞ。アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女宮へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対に釈迦の目を開かせるな。釈迦の目が開かれた時、その場にいる全てのものは生き絶えるのだ。第6の宮、処女宮ではバルゴのゴールドセインと釈迦が待ち受けていた。聖夜、シリュウ、シュンの3人は持っているコスモを最大限に燃やして釈迦に挑むが、その攻撃はことごとく通用しない。最も神に近い男釈迦との力の差は聖夜たちが考えるよりもはるかに大きいものであったのだ。ここがサンクチュアリ、処女宮へ続く道。聖夜、シリュウ、そして瞬の3を差し切るのはソースの人たち。あいつらの身に何かあった。お前の強さは何だ。誰なんだ。お前ら増強ごときに名乗るほど安くて倒された相手の名を知らずに、あの世へ行かせた。お前やつらにかかってこい。よく聞け、俺の名を。まさかフェリックス一騎。聞いたことがある。フロントの中でも最強クラスに強いというやつか。死ぬ。この一騎死ぬんじゃないぞ。ソースオヨッピンショー。ソース。オヨッピンショー。殺さねえね。安心するのだ。かかってこい。我々が相手をする以上、生きては帰れ。おお。そうだそうだ。群れの中でしか大きくなれないかもしれないと思うべ。俺は群れるのが嫌いなのだ。この一騎の剣でバラバラに吹き飛ぶがいい。威勢がいいのは最初だけだったようだ。しかしなんと美しいところだ。イエスの清らかさに満ち溢れたやつ。話を聞く極楽浄土やつからかかってこい。おい、お前が極楽浄土に行けると思ったのか。奴からかかってこい。だと、お前がいていいのは地獄だ。残念だ。地獄には飽きてしまう。その代わりお前たちに地獄行きの剣をくれてやる。いらん、礼はいらん。おやっていそう。オヨッピンショー。
極楽浄土へ旅立てる。死にたい奴からかかってこい。奴からかかってこい。この処女宮へ続く道を踏み荒らすとは、地獄へ送ってやる。地獄も知らん奴らが何を言う。そんなにも地獄が好きなら、お前たちを地獄に送ってやる。だが、サンズのパワーを無一文で分からせるのも忍びない。俺の剣が打賃代わりだ。かかってこい。遠慮はいらん。取っておけ。この宝玉転生によってお前らは灰と化すのだ。地獄の門番に伝えとけ。俺はまだ世話にならん。死ねたい旬のコスモが言わない。旬やつからだ。期間お役検証。お役検証。一人でどこまでかかってこい。だが、お役検証の策策はしないでもろう。よかろう。お前たちを血祭りにあげて道を作るまでのこと、覚悟ができた者から死にに来い。お役検証。どうする。お役検証。死にたいやつ。こいつに挑んだことが間違いだった。分かればいいのだ。俺の友よ、兄弟よ。お前たち、この男をここで亡き者にするのだ。証拠にもなくまた戦いを挑んでくる。いいだろう。無理をなさねば何もできぬ雑魚ども、ここを辞す一匹狼の力をたっぷりと見せてくれるわ。一騎よ、この処女宮へ続く道をよくも血で止めてくれたな。しかしお前もここまでだ。お前たちはブラックフェニックスの生き残りがまだいたとは。しかも二人、温かい歓迎だな。俺たちを裏切ったことを後悔させてやる。どいつもこいつも似たようなことしか喋れぬ脳なしめ。おい、ここまで行った以上覚悟はできてる。いつまで喋っているつもりだ。バカ、ただ聞かないのも。おい、よく見せろ。かつて徒党を組んだ者をいとも簡単に。貴様らブラックセインに対して容赦などせん。貴様にお似合いの地獄へ落ちるがよい。大したことないな。アテナの側に寝返るとは何を考えてるんだ。人間を壊滅に追い込みやがってよ。お前らブロンズのせいで仲間が減っちまったじゃねえか。俺たちの大切な仲間だよ。勝ってこい。何が仲間だ。お前の野球を満たすためだけに他人と組むような奴ら。友という言葉を軽々しく口にするな。かつてアテナに納めていた聖夜たちは命を懸けて目覚めさせてくれた。それが友というものだ。貴様にこのために戦うのは大王の剣で、その腐れ切った脳に叩き込んでやるわ。わかったか。ブラックゲン、俺が友のために戦うということだ。聞かない。それはおよく聞かない。ウィンを支配していた男がアテナの側につくと。聞かん。確かにあの時復讐のみに生きた。おやつ以上、命を投げ出す聖夜たちと戦ったことで幻魔剣、ブラック幻魔剣、なぜ涙、全てを洗い流した。あの死
俺の正義の心を。死にたい奴からかかってこい。手の中コスモ、コスモが、コスモが燃焼している。おー天魔降伏。この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。往生際の悪いこの釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるの、慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。お前はフェニックスの一騎か。俺の弟や共にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。一騎よ、私の指に傷をつけたくらいで私に歯向かおう。変な幸福戯れもいい。何を示した。そのくらいの傷では済まないぞ。先ほどのブロンズセイント当時つけがたい愚か者だ。変な幸福君も弟たちと同じように葬る。変な幸福変な幸福。神に近いと言われている男がこの一気に追われているぞ。あの時から少しは成長したようだ。からかかってこい。あの時だ。その戦一度会ったことがあるみたいだな。君は一度とどめを刺されるのを守っていて、この私に見逃してもらっていい。守っていて。あの時私は君に言った。ガキかい。オウム。釈迦、残念だが俺は真実は信じないたち。オウム。お前が神に近かろうが何だろうが生きるのか。天魔降伏。バカ、俺は幻を見ているのか。一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。天武降臨は完璧に定められた調和の取れた世界ゆえに、調和を乱す者を完全に葬る究極の先人。な、何？一騎、君の六感すべて立ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。天武降臨。釈迦の目が開いた。腕が、足が、
全ての感覚が失われていく。もはや何も感じない。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめての慈悲だ。シャカ、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュン、どいていろ。シャカは俺が倒す。この一騎が。兄さん、バカな。一騎のコスモは恐ろしく増大していく。まさかこれが第7巻究極のコスモセブンセンシズ。一体どういうことだ。一気の六冠は全て断ち切ったはず。少子ゴールドセイントしか対局していない。セブンセンシズに目覚め始めたというのか。社会は聞こえているだろう。これはこれはできん。お前を倒すまで俺のコスモは燃焼し続けるのだ。甘いぞ。このセブンセンシズではお前の心を捉えることができるぞ。セインと同じ技は二度も通じぬ。セリカのことを知らんのか。これだけか。何だか面白い。お前よ、ヘッドのヘッドにお前よ、シャクショー。何だなぜ強行の悪に語る応援の。お前ほどの男が。どうしたらいいか。私には善悪の判断ができるということが信じられる。ならば私が君に絶世の忍耐にかけた言葉を思い出せばいいの。この者は一点の顔に羽ばたいてやる。そうだ、ヘッドホーリー。正義の心をしまい込んだ。今のヘッドホーリー。正義のためにはこれを見るのだろう。ヘッドホーリー。こちらがさあ、満足したのなら迷わずあの世へ行け。死の世界へ行かなくてやろう。倒すだけの一騎、一騎。フェニックス最大像。オーヨフェニックス。しのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ社会よ、俺と10万億だとやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだ神。聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん、神よ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきたとき、お前とはまたあなたの弟だ。必ずな、シュン。兄さん。
そこの増票数、俺に任せてくれないか。シリュウ、この先の天井、本来ならローシャンが、今は増票たちが Q を守っている。本来なら感謝すべき。あいにく俺たちは反逆者の汚名を見せられている。彼らとこの試合は無敵だ。だが、老子から授かったこの剣で彼らの魂に語りかければ俺たちの本当の目的を伝えられる気がする。ああ、分かったぜ、シリュウ。ありがとう、セイヤ。頼んだぜ、シリュウ。お前たちのことは老子に伝えておく。そういえば、シュン、氷河はいないのか。ジェミニの戦士がアナザーディメンションを放ったとき、氷河は次元空間に飛ばされたんだ。僕は兄さんが助けてくれた。人気だ。すまん。大丈夫だよ、セイヤ。兄さんはいつでも僕たちを守ってくれてるさ。さあ、セイヤ、12級を何としてでも突破しよう。ああ進もう。春明は元気だ。どうしたんだいシリ。俺がデスマスを使っていた。シュンゴローホーの滝壺に落としたんだ。なんだって。老子はシュンレイが無事だと教えてくれたんだ。何がおかしい、セイヤ。いや、なんでもないさ。どうだ。もう倒したのか、シリュウ。さっきより強くなってないか。おい、セイ、さっきは何で笑ったの。俺はシリュウと共に戦ってきたけど、シリュウの力、シュンレイちゃんの名前を聞いたことなんてめったになくてね。それは。やっぱりさ、自分の気持ちに素直になんなきゃ損だぜ。この天秤級の土となれれば本望よ。シリュウ、そういえば目が見えるようになってるじゃないか。デスマスクとの戦いでシリュウのコスモは限界まで高まり、奇跡を起こしたみたいなんだ。そうだ。だがそれだけじゃ、万一俺の看病をしてくれた春霊がいなければ、まだ見えないままだったかもしれん。一度春霊を失いかけて、俺の中にある春霊に対する気持ちがはっきりと見える。この12級を突破したら春霊と見よう。美しい景色を。ロザ、ロザ、ここも突破されたとは。天秤級を守りたかった。しかし、氷河は一体どこに飛ばされたんだろう。俺たちが巨海球へ入る前、もっと先の球で氷河のコスモが一瞬大きく弾けた。消えていたのかもしれない。ああ、巨海球から突き抜けた諸女球と抜けてきたけど、まだ何の手がかりだ。
氷河を示すものが見つければいいんだけれど。もう日も落ちたか。一気に突き抜けるぞ。あれが第7の球、天秤球。老師が守られていた場所に足を踏み入れる日が来るとは。今は立ち入り中だと思う。掃除球のこともある。気をつけて進まないと。チリュウ、もう少しで天秤球だぜ。そこまでだ、シリュウ。やはり現れたか。俺の登場に驚いていないようだ。俺たちはすでにこのサンクチュアリでブラック戦後と戦ってきたんだ。そうだ、今さらブラックドラゴンが出てきたところで驚くには値しない。それにブラックアンドロメダもブラックスワンもこのサンクチュアリもお前らブラックセイントたちが乗り込んでることを教えてくれたからな。そんなことまで話していたのか。うちの軽い男はダメだとあれほど言ったのによ。ブラック上流天秤級は目の前。お前たちに邪魔されてたまるか。どこを狙っている。ブラック上流聖剣。ブラック上流我々が来た限りはこいつなんてイチコロです。行けますって。もうお前たちブロンズはおしまいだな。土俵出てきたのか。そこまで俺たちに勝ちたいのか。ああそうだ、そうだ、そうだ。戦闘の技を取り寄せた強風の力。俺たちの目的はお前らを倒し強行の信頼を得る。強行に近づけ後に殺す。ブラックセインのアテナに恨みを持つ。なかなかやるな。 なんだって。ならばなおのこと、お前たちをここで倒さねばならん。まだだ。これ以上戦うのはやめよう。同じものは10万円に戦う力が残っているとは思えん。どこを見ている。トキャッロザン、ロザン、クリル聖剣。
テナのセイントである俺たちがアテナを狙う奴らに負けるはずがない。第7の球天秤球において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセイント数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。突如としてシリュウの死老子が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。スピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トンファー、シールドの6種類の武器となるライブラのクロスの力を借り、シリュウは氷河を救うべく氷の棺に立ち向かう。兄さんに続いて氷河まで。シュン、俺はまだ氷河を諦めていないぜ。俺の流星剣で氷河を救い出してみせる。ペガサス流星剣、ペガサス流星剣。くそ、傷一つついていない。俺の剣ではどうすることもできないのか。まだかすかに氷河のコスモを感じるのに。くそ、一体どうしたらいいんだ。俺の剣では氷を砕くことはできないのか。見えたぞ、氷河を救い出す武器が。この中から一つだけ氷を砕くのに適した武器を選ばなければならない。ライブラのクロスは星をも砕くと言われるゴールドセイントの武器。間違った武器を選んでしまったなら、氷の棺どころか中にいる氷河さえも粉々に砕いてしまうからな。よし、これを使わせていただきます、老子。このソードをその中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇れ、白鳥よ。氷河、しっかりして。氷河、体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね、氷河。you
天活球に入った聖夜とシリウは天秤球に残った旬のコスモが大きく弾けるのを感じた。氷河のため自らの命を犠牲にしようとする旬の思いに気づいた二人は天秤球に引き返そうとする。しかし気性の激しいことで知られるスコーピオンのゴールドセイントミロが自分の死後する球への侵入者を見逃すはずもない。ミロの放ったスカーレットニードルは聖夜とシリウを一瞬のうちに倒してしまうのだった。シュシュ、まだ意識を取り戻してもらおう。じゃあさせろ。神父の言う通りだ。全ては俺の甘さからじゃ。俺の命はどうなろう。だが友の命を奪いかけた俺の甘さが許せない。たとえ死ぬなら非常になりきれなかった俺のせいじゃ。ダイヤモンドラストダイヤモンドラストダイヤモンドラスト。ダイヤモンドダスト、オーロラサンダーアタック、オーロラサンダーアタック。おお、ダイヤモンドダスト。あの時もクールであれば。おい、お前たち、こんな体でピッカピカ。オーロラサンダーアタック。ステルッだ。命と共にだ。友から授かったこの命、お前たち増票が何百人かかってこようが捨てる気はないさ。無論お前たちに俺は倒せないさ。何たる屈辱だ。来い、体を温めるのにちょうどいいぞ。言っただろ、お前たちでは俺の相手にならない。気がついたのか。よかった、ヒョウが蘇ってくれたんだね。どうやら僕の命も燃え尽きていないようだ。シュ、すまない。俺の甘さやまあまあ思う気持ちがお前をこんな目に合わせてしまう。オーロラサンダーアタック。何でも会えないかもしれない。俺の手をいつまでも見守り続けてダイヤモンド。俺は生死をさ、この世に再び生を受けた気がする。今からセイントとして俺のすべきことをしていく。ヒョウがダイヤモンド。シュン、ダイヤモンド。このまま突き進んでセイヤとシリュウに会おうぜ。うん、そうだね。オーロラサンダーアタック。なかなか突破できない。オーロラサンダーアタック。ヒョウがあまり無茶しちゃダメだよ。何を言う。自分のコスモを使い果たすような無茶をする男の言うことに俺が従うなんて思ってるのか。そんなそんなに大きな声が出せるなら大丈夫だな。ヒョウがまだくたばるんじゃないぞ。ああ、僕も頑張るよ。さあ、このまま聖夜と支流に会いに行こう。お前のコスモが弱くなってる。ダイヤモンドラスト。大丈夫だよ、ヒョウガ。こうしてみるとヒョウガの温かいコスモを感じる。ダイヤモンド温かい。オーロラサンダー。そうだよ、ダイヤモンドだから僕を思ってくれるコスモを感じる。よし、まだ死ぬんじゃないぞ。引きずってでもダイヤモンド、お前を天活球に連れていく。ダイヤモンド
聖夜と紫龍のコスモに近づいている気がする。オーロラサンダーアタック！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 大丈夫か？ダイヤモンドガッツ！コスモに消えた。体は動いていない。オーロラサンダーシュッ、お前を担いでた天活球を目指す。頼む、それまで死なないでくれ。ダイヤモンドガッツ！オーロラサンダーシュッ、アタック！もう少しで天活球だ、持ちこたえてくれ。今度は俺が戦う。ダイヤモンドダッツ！オーロラサンダー！オーロラサンダー！なんて美しい夕日だ。オーロラサンダー！山の中から覗く夕日が茂り合うのだ。お前を支柱を張れずに旅立ってしまう。ダイヤモンドダッツ！オーロラサンダー！この数の支柱を耐えた。アタック！ダイヤモンド！ガッツ！オーロラサンダー！アタック！オーロラサンダー！アタック！ダイヤモンド！ガッツ！オーロラサンダー！アタック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 ！ダイヤモンドガッツ！まさかあいつは。私はブラックリザド、私に目をつけられるだけでもありがたいと思え。ブラックマーブリホイパー、お前の怪我させてもらう。ブラックマーブリホイパー、ブラックリザドは誰だ。程度か。旬のコスモを授かった俺にかけ、貴様らが何にかかってこようと問題ではない。これがキグナスの闘技。さあ、貴様の命が尽きる前に消え去るんだ。生意気な。オーロラサンダー！ブラックマーブリホイパー！こんな美しい目をした少年は、ここまでの勉強はやってる。ダイヤモンド！ダッソー！甘いな。ああ、私が怪我されている。完璧なる美を誇る私の怪我さ。ダイヤモンド！君を徹底的に怪我さない限り消えん。いや、こいつは強すぎて気にされるな。甘いな。もう諦めろ。俺の闘技、貴様の体のほとんどが凍結。この場を去るんだ。断る。お前の剣だ。程度か。ブラックマーブルホイパー、ブラックマーブルホイパー、ダイヤモンドガッツ！その程度か。オーロラサンダー！アタック！ブラックマーブルホイパー、オーロラサンダー！オーロラサンダー！アタック！そこの白きクロスをまとっているセイジ、これはどうだ。ダイヤモンド！クロスなのだ。甘いな。君は手がすぎるべきなのだ。
オーロラ行け。私によって怪我されろ。オーロラさんだ。アタック。ブラックマーブル。どうやら私の話が聞いた。ダイヤモンド。ダスト。シュン。甘いな。オーロラさんだ。あと少し辛抱して。こんなやつすぐに倒して。ダイヤモンド。お前。この天下地球まで登ってきただけでも褒めてやろう。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだが。バカな、お前はキムナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ。シュンが自分の命を凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど所詮夢というのだ。くらえ、ベニストミッション。俺たちにとって夢とは決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ貫き通すものだ。何、この結晶は仮想。ニノよ、今度はお前が動けなくなる番だ。セイヤ、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。よし、分かった。ここはお前に任せるぞ、ヒョウガ。だが死ぬなよ。少子な、この程度の結晶で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別に、ただ聖夜たちが天下月を去るまでおとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう。望み通り、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。その陶器ごとお前の体にシンクの針を突き刺してくれるわ。その前にこのキグナスの陶器によって倒れてもらうぞ。ミロ、前、白鳥、このシャクナ、受けろ赤い衝撃を。ダイヤモンドダスト、カーレットになる。リストリッチ、君は氷の棺に閉じ込められていたはず。シュン、スカーレットになる。自分のコスモを極限まで燃焼させ命を俺にくれたのだ。凍りついていた俺の体だけではなく魂、熱き心を蘇らせてくれた。こんなスカーレットニードル、コスモの低下したアンドロメダの力、心置きなく戦えるということか。何かしたい。氷河よ、かかってこい。なんだこの針に刺さったような傷跡は。スカーレットニードル、シンクの針の傷跡だ。いっそりだ。もう一度食らってみろ。スカーレットニードル、その同じ技は通用しない。ダイヤモンドダスト、ハッダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダスト、いっ
カーレットニードルは人間の中枢神経を刺激し、激痛とともに全身を麻痺させるのだ。しかし触れてきないのは一発ぐらだ。とどめを刺すようなものではない。幸福か死か、15発の激痛の間、敵に考えるゆとりを与えるのだ。スコーピオンをなす15の星の後は、体に埋め込まれる前に答えなければ死ぬぞ。発狂よバニューカー、君は情に熱い男だった。自分の命を賭してまで奴らを先に進ませる。俺たちが誓い合ったのだ。誰か一人でも標高の前たどり着くと、聖夜と支流が次の陣馬球へ向かう以上、俺があなたの相手をするのは当然。やはり君たちは標高に歯向かおうとするのだな。やめて。そんな夢は叶うわけもない。言っただろ、俺たちにとって夢は貫き通すものだと。そのことこの戦いで証明してみせる。ダイヤモンド、望み通り。聖夜たちのコスモがこの天下月を、同じ技は通用しない。ダイヤモンド、これでダッソー。ダイヤモンド、終了。俺の涙は枯れ果てたものかね。お前から授かったこの命、無駄にはしない。ここまで傷ついた以上、君たちの言う夢など実現できん。ダイヤモンド、ダッソー。そんな簡単に夢が実現できるものじゃないくらい俺も分かっているさ。オーロラサンダー、アタック。見ろよ、次の一撃であなたの体を凍りつかせてやるぞ。オーロラサンダー、アタック。やった、ミロを凍りつかせたぞ。この程度の陶器では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな、これはスカーレットニードルの奇跡。そうだ、そこから血とともに視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、お前の五感すべてが流れ落ち、やがてことごとく失われる。ならばその前に、見ろ、あなたを倒さねば。私はゴールドソード、ダイヤモンド。あの程度の陶器で凍りつかせるなど無理な話。まだだ、ならばこの氷河、命なる限り何度でも挑むまで。無駄なことだ。いいのか、私も友である神の弟子を殺すことは望まない。今すぐ仲間と共にサンクチュアリを去るのだ。まだだ、俺がそんな選択をすることも思っているのか。旬の命がけの行為を無にすることなど。ならば私のスカーレットニードルで考えを改めさせてやろう。発狂よ、ダイヤモンド、ダッソー。オーロラサンダー、アタック。我が主カレンよ、ダイヤモンド。行くぞ、ダイヤモンド、ダッソー。オーロラサンダー、アタック。私に本気で挑んでくるようだな。ならば私も容赦はしない。君の仲間には悪い。
君の命はここで尽きることになるかもしれない。いいな。何だ、俺はここだ。ダイヤモンド！術で死ぬつもりなぞ全くないぜ。オーロラサンダーレッドに今日がよ、教えておいてやる。ダイヤモンド脱走。過去、スカーレットニードルを15発すべて受けた者はいない。せいぜい5、6発程度で命の技は強すぎる。そのどちらかだ。俺がどれほどの死闘をくぐり抜けてきたと思っても、これくらいのダメージで命乞いをするならば、俺はこの場にはいないはずだ。オーロラサンダーズアタック。私とここまで生き延びたのは君が初めてだ。君のその闘志を称えてアンタレスを打ち込んでやろう。氷河よ、進氷河、氷河。すぐには諦めんようだ。オーロラサンダー！しかし、さあ、どっちだ？氷河よ！言っておくが、これは、その通り。終わりにしてやろう！いい加減にしないか、キグナス。君には神湯の気持ちがわからんのか。神湯がわざわざ、天秤宮で君を氷の棺に閉じ込めたのは、君を死なせたくなかったからなのだぞ。神湯に免じて命だけは助け、見ろよ、この氷河にとって苦しくとも熱き血潮の兄弟たちと歩む今この時代に価値があるのだ。一人だけ能々と生き延びて何になる。五感すべて失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。神湯よ、命落として戦うことこそがセイントとして生きた証ならば、俺は氷河にとどめを刺すことでそれに応えよう。それは俺が氷河を真のセイントと認めたからだ。良いな、神湯。もはやここまで来たでしょ。君を返すわけだ。氷河よ、君にとって命を助けるというのは侮辱になる。正々堂々と戦いない。君の命を全力で奪う。来い、見ろ、俺はたとえシストも前に進む。アテナのため、友のために。オーロラサンダー、同じ技は通用しない。オーロラサンダー、アタック。見ろよ、ここまで聖夜たちは力を合わせてゴールドセイントに立つ。オーロラサンダー、シンクの針の神髄を喰らえ。しか一本一本オーロラサンダー、一本一本オーロラサンダー、スカーレットニードル、スカーレットニードル、オーロラサンダー、アタック。行くぞ、見ろ、五感がことごとく失われていく中で、コスモだけは最大限に高めて放ってやる。氷河よ、そんなことをしたらまた死ぬかもしれんのだぞ。見ろよ、まだわからないのか、この戦い。俺だけが生き延びようなどと思ってもいない。あなたと神に言いたい。俺はかつて自分の不幸な出世を呪ったことも、今は感謝して聖夜たちと兄弟として同じ時に生まれたことを、奴らと同じ時を歩んでいることが喜びなのだ。奴らのコスモが燃え続けている神、俺のコスモだ。何万年も溶けることのない永久氷壁のようだ。決してなくなることはないのだ。
一斉に起動。ダイヤモンド、ダスト。ダイヤモンド、ダスト。一斉に起動。ダイヤモンド。その程度か。一斉に起動。ダイヤモンド、ダスト。行くぞ。ダイヤモンド、ダスト。ダイヤモンド。一斉に起動。カルスミドル程度か。一戦勝。一戦勝。無駄だ。ダイヤモンド。ダスト。ダイヤモンド。ダスト。氷河よ、これがゴールドセイントとの実力の。まあまあ、まあまあ。まだ立ち上がると思う。あなたの言う通り、俺の体は毒に侵されてきた。オーロラサンダー、アタック。俺は逃げ出さない。この過酷な戦い、俺の呪われた運命を断ち切り、サンクチュアリにはびこる悪を一掃するのならば、俺は戦い続ける。この泣き技は通用しない。オーロラサンダー、アタック。君が望んだ通り、正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。これは俺がアンタレスを打ち込む間に、急所である15の生命点を。ゴールドクロスをまとっていなければ、絶命していたのは俺の方だった。生き死にの戦いには勝ったが、この勝負俺の敗北だ。氷河は命尽きるその瞬間、このミロよりはるかにコスモを高めたのだ。意識を失っていながら、これ以上どこへ行こうとする。セリアたちのもとへか。それとも君たちが悪の化身として倒そうとしている教皇のもとへか。氷河、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそ本当のアテナなのか。だとしたら、俺たちは今一度目の新王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ、君たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな。
聖夜、俺がシュンを背負っていく。わかった、増票たちは俺に任せてくれ。頼んだぞ聖夜。さあ一気に駆け抜けるぞ。うん、シュン、最後まで俺たちは一緒だぞ。氷河も一緒だ。ショート、みんなで強行のままで乗り込むんだ。氷河が追いついてくるまで、シュンが元気を取り戻すまで、俺たちが強行のままでの道を切り開いておくんだ。また反逆者が現れた。反逆者がアイオロスがいた場所にお前らが現れる。アイオロス、13年経った今反逆者の汚名を捨てられてるな。俺たちが強行の悪事を暴かない限り、この地に刻まれたアイオロスの魂、コスモは永遠に報われることはない。ヒガタ、流星剣、急ごう、シリュウ。そういえば聖夜、サジタリアスのクロスは今どこにいるのか。沙織さんが時計に暗示させているんじゃないか。だけど聖夜、悪いがクロスの話はそこまで総評たちに聞かれるわけにはいかない。貴様たち何の話をしているんだい。お前たち総評には関係のない話だ。まだ目を覚まさない。命が尽きることはないだろう。安心はできない。こいつら何を隠していやがるんだ。聖夜、天下中の火の サンクチュアリの太陽が沈みかけた。だが巨海中へ続く道で聖夜が言ったように、ここで焦ったら俺たちは本当の力を出すことができない。調査し、俺たちはもう8つの球を突破してきたんだ。残りは4つ。俺はまだ希望を捨てちゃいないぜ。俺も。そして氷河、希望を捨てずに戦っているはず。そういえばこんな夕焼けの日に俺はそのため離れ離れになったんだ。聖火姉さん、聖夜のお姉さんだ。そうさ、俺は姉さんを探すためにセイントになった。聖夜、でもこのサンクチュアリでの戦いを通じて姉さんは近くにいる気がしてきたんだ。そう考えると俺のコスモが叫ぶのさ。こんなとこで負けてなんかいられない。もう少しで陣馬球だ。頑張ってくれ。陣馬球に急ごう。シリュウ、シュンはまだ。ああ、俺たちの天下月を後にしてしばらく経つ。それでもまだ起きないって。俺たちはとも一人助けることができないのか。セイヤ、諦めちゃダメだって分かってるけど、一気を失ってしまった。それに氷河のコスモもだんだんと弱くなってくる。なんとしてでもシュンは助けないと。あった、こっちだぜ。
マリンさん、それにシャイナさん。このガキ何を言ってるんだ。可愛い顔してるな。少し遊んでやろう。お前たちはブラックセイント。そうだよ、ボー。私はブラックイーグル。どうしてブラックセイントがこんなところにいるんだ。ブラックイーグル、ブラックイーグル、ブラックイーグル。いいか、耳の穴を通してよ。私の目的はシルバーセイントがまとってクロスを手に入れる。それじゃ、ああ、物分かりはいいわね。いいよ、そういう。シャイナとかに戦果を通して、この子にシルバークロスをあげる。さあ、分かったんだら道を開けね。女の人に手を挙げることは好きじゃないけれど、仕方ない。大切な人を守るためだ。行くぞ、ブラックセイント。ほら、私の剣だよ。どうだ、黒き蛇の牙は。痛いだろ。ブラック、イーグルス、ブラック、水星剣乗るんじゃない。水星剣、さっきは女に手を上げるのが好きじゃないとか言ってたの。ずいぶんブラック、サンダースロー。さあ、ブラックイーグル、せいやを攻めて攻めて攻めるわよ。エル、やる気あるじゃない。ブラックイーグルスフラッシュ。ブラックサンダーゴー。ブラックイーグルスフラッシュ。ブラックサンダーゴー。ブラックイーグルスフラッシュ。レインクに同じ技は通用しない。ブラックイーグルスフラッシュ。イーグルスフラッシュ。油断しすぎた。油断しすぎた。こんな子供がこれほどの力を持っていたとは。調子に乗るんじゃないよ。ブラックイーグルスフラッシュ。女を散々傷つけて平気なの。絶対に許さない。ブラックイーグルスフラッシュ。よし、ペガサス水星剣。さあ、陣馬球だぜ。セイヤたちが陣馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち、陣馬宮へと飛び去った。共鳴する12体のゴールドクロス、幾世層の時を超え、サンクチュアリに全てのゴールドクロスが結集した瞬間だった。セイヤたちは陣馬宮を見上げ、つかの間、戦いの始まりとなった13年前の事件に思いを馳せる。しかし、刻一刻と消えゆく火時計はそんな暇すら与えてはくれない。3人はアイオロスの死を悼みつつも陣馬宮へと乗り込んだ。これはサジタリアスのゴールドクロス。そうか、さっきこの陣馬宮へ入っていった光はこのゴールドクロスだったんだ。日本に置いてあると思ったのに。おそらく
沙織さんが持ってきたのだろうが。しかし、またここでお目にかかれるとは思わなかったな。サジタリアスのクロスが動いてる。何？まるで聖夜を狙っているかのようだ。バカな。これまで俺の危機を救ってくれたサジタリアスのクロスが、一騎と戦った時も、アイオリアと対峙した時だって、一体どうしたって言うんだ。まさかこんなことが。クロスの弓が動いた。聖夜危ない。一体何を。壁の下に何かあるぞ。なんだあれは。これは。どうやらアイオロスの残した言葉のようだ。氷河。よかった、無事に天下地球を抜けてきたんだ。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロス。アイオロスは俺たちが来ることずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちを、永久に誰も訪れないかもしれないこの人馬球で。アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で、同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。